マイケレルは1973年に発売されたマイケレル N をはじめとするマイクロコンピュータのシリーズ。フランスの企業、リーラゼーション D、エチュードエイラクトラニークによって製造、販売された。コンピュータ歴史博物館によれば、マイケレル N はマイクロプロセッサーをベースとした最初期の商用完成品パーソナルコンピュータであるとされている。 最初のモデルは1972年6月に R2E の創業者であるアンドレチオンによってフランス国立農学研究所から蒸発産量の測定計算システム用途で PDP-8 より安価であることを条件とした要求を受けて開発された。1972年にその最初のプロトタイプが開発された。それは インテル8 0 8 8ビットマイクロプロセッサを 500kHz で駆動し 2KB の RAM を搭載していた。プルリブスという74ピンのライザーカードを11または22スロット搭載し様々な拡張カードを搭載できるよう設計されていた。このアーキテクチャはカードを増設あるいは古いカードを新しいカードに置き換えることで機能の拡張を容易にした。これには フロントパネルのスイッチで制御するシステムコンソールオプションが含まれる。顧客の要求に合わせてカスタマイズが可能であった。装置のプログラミングは T またはモデムから行う。開発チームのベンチトロットはモニタプログラムのモニックとアセンブラのアスミックをロムで供給した。1973年1月15日に INRA と受注契約が成立した。 この最初のモデルはマイケレル N として市販された。マイケレル N は1972年当時としては低価格の8500フランスフランで販売された。パリのフランス国立工芸院やマウンテンビューのコンピュータ歴史博物館に展示されている。フィリップ・カーンはモニックの光景にあたるシスミックの開発に従事した。カーンと チュオンの付き合いは1980年代から1990年代まで続き、その間カーンは、ボーランド、ストルフィッシュソフトウェア、ライツアーフテクノロジーズを設立した。チュオンは、カーンと共にストルフィッシュソフトウェアで同期化ソフトウェアの開発に従事した。マイケルル P2978 年、R2E は、個人用コンピュータの早期開発に取り組んでいたキー。 ハネウエルブルに吸収された。1983年にブランド名がブルマイケレルに変更された。シスミックオペレーティングシステムは1978年にプロローグへと名称が変更された。プロローグはリアルタイムマルチタスク処理が可能でマルチユーザーをサポートしていた。マイケレルは後に CPM や MSDOS をサポートするようになり、 やがて IBMPC 互換系シフトした。ありがとうございます。